藪の中、芥川龍之介、朗読、渡辺勝美。ケビー氏に問われたる、木こりの物語。さようでございます。あの死骸を見つけたのは、私に違いございません。私は、今朝、いつもの通り、 裏山の杉を切りに参りました。すると山陰の矢部の中にあの死骸があったのでございます。あったところでございますかそれは山品の駅路からは四五兆ほど隔たっておりましょう。竹の中に痩せた杉の混じった人気のないところでございます。死骸は 花田の水管に、都風の錆びえ帽子を被ったまま、仰向けに倒れておりました。何しろ、一刀とは申すものの、胸元の突き傷でございますから、死骸の周りの竹の落葉は、素王に染みたようでございます。いえ、血はもう流れてはおりません。傷口も乾いておったようでございます。おまけにそこには、 馬場へが一匹、私の足音も聞こえないように、べったり食いついておりましたっけ。立ちか何か見えなかったかいえ、何もございません。ただ、そのそばの杉の根形に、縄が一筋落ちておりました。それから、そうそう、縄の他にも櫛が一つございました。 死骸の周りにあったものはこの二つ切りでございます。が、草や竹の落葉は一面に踏み荒らされておりましたから、きっとあの男は殺される前に、よほど手痛い働きでもいたしたのに違いございません。何馬はいなかったかあそこは一体馬などには入れないところでございます。何しろ馬の通う道とは、 やぶひとつ隔たっておりますから。ケビー氏に問われたる旅奉師の物語。あの死骸の男には確かに昨日会っております。昨日の、さあ、昼頃でございましょう。場所は関山から山品へ参ろうという途中でございます。あの男は馬に乗った女と一緒に、 関山の方へ歩いてまいりました。女は虫を垂れておりましたから、顔は私にはわかりません。見えたのはただ、萩重ねらしい絹の色ばかりでございます。馬は月見の、確か、帽子紙の馬のようでございました。竹でございますか竹は、良きもございましたか 何しろ社門のことでございますから、その辺ははっきり存じません。男は、いえ、太刀も帯びておれば、弓矢も携えておりました。ことに、黒い塗りエビラへ、二重余りそやを刺したのは、ただいまでもはっきり覚えております。あの男が火曜になろうとは、夢にも思わずにおりましたが、まことに人間の命なは、 呂役女殿に違いございません。やれやれ、何とも申しようのない気の毒なことをいたしました。ケビー氏に問われたる方面の物語。私が絡め取った男でございますか。これは確かに他マルという名高い盗人でございます。 最も私が絡め取った時には、馬から落ちたのでございましょう。淡田口の石橋の上にうんうんなっておりました。時刻でございますか時刻は昨夜の初校頃でございます。いつぜは私が捉え損じた時にも、やはりこの紺の水管に打ち出しの太刀を履いておりました。ただいまは、その他にもご覧の通り、 弓矢の類さえ携えております。さようでございますか。あの死骸の男が持っていたのも。では、人殺しを働いたのはこの多条丸に違いございません。皮を巻いた弓、黒塗りのエビラ、鷹の葉の袖が17本。これは皆、あの男が持っていたものでございましょう。はい。馬も、 おっしゃる通り、法師紙の月毛でございます。その畜生に落とされるとは、何この因縁に違いございません。それは石橋の少し先に、長いはずなを引いたまま、道端の青すすきを食っておりました。この多常丸というやつは、楽中に徘徊する盗人の中でも女好きのやつでございます。 昨年の秋、鳥辺寺の瓶ルの後ろの山に、モーデに来たらしい女房が一人、女のわらわと一緒に殺されていたのは、こいつの仕業だとか申しておりました。その月毛に乗っていた女も、こいつがあの男を殺したとなれば、どこへどうしたかわかりません。差し出がましゅございますが、それもご仙義くださいもし。 エビー氏に問われたるオーナの物語。はい。あの死骸は手前の娘が片付いた男でございます。が、都の者ではございません。若さの国府の侍でございます。名は金沢の竹宏。歳は26歳でございました。い,いえ。 優しい生き立てでございますから、遺恨なぞ受けるはずはございません。娘でございますか娘の名はまさご、年は十九歳でございます。これは男にも劣らぬくらい価値気の女でございますが、まだ一度も滝広の他には男を持ったことはございません。顔は色の浅黒い、左の目尻にほくろのある、 小さい売りざね顔でございます。竹広は昨日娘と一緒に若さへ立ったのでございますが、こんなことになりますとは、何という因果でございましょう。しかし、娘はどうなりましたやら、婿のことは諦めましても、これだけは心配でなりません。どうかこの馬が一生のお願いでございますから、 たとえ草木を分けましても、娘の行方をお尋ねくださいまし。何にいたせにくいのは、その多常丸とか何とか申す盗人のやつでございます。向こうばかりか、娘までも。あとは、泣き入りて言葉なし。多常丸の白状。 あの男を殺したのは私です。しかし、女は殺しません。では、どこへ行ったのかそれは私にもわからないのです。まあ、お待ちなさい。いくら拷問にかけられても知らないことは申されますまい。その上、私もこうなれば、卑怯な隠し立てはしないつもりです。私は昨日の昼少し過ぎ、 あの夫婦に出会いました。その時風の吹いた拍子に虫の垂れ犬が上がったものですから、ちらりと女の顔が見えたのです。ちらりと。見えたと思う瞬間にはもう見えなくなったのですが、一つにはそのためもあったのでしょう。私にはあの女の顔が女房札のように見えたのです。私はそのとっさの間に、 たとえ男は殺しても女は奪おうと決心しました。何男を殺すなずはあなた方の思っているように大したことではありません。どうせ女を奪うとなれば必ず男は殺されるのです。ただ私は殺す時に腰の太刀を使うのですが、あなた方は太刀は使わない。ただ、 権力で殺す。金で殺す。どうかすると、おためごかしの言葉だけでも殺すでしょう。なるほど血は流れない。男は立派に生きている。しかし、それでも殺したのです。罪の深さを考えてみれば、あなた方が悪いか、私が悪いか、どちらが悪いかわかりません。皮肉なる微笑み。 しかし、男を殺さずとも、女を奪うことができれば、別に不足はないわけです。いや、その時の心持ちでは、できるだけ男を殺さずに、女を奪おうと決心したのです。が、あの山品の駅路では、とてもそんなことはできません。そこで私は山の中へ、あの夫婦を連れ込む工夫をしました。これも造作はありません。 私はあの夫婦と道連れになると、向こうの山には古塚がある。この古塚を暴いてみたら、川宮たちがたくさん出た。私は誰も知らないように、山の影の藪の中へそういうものを埋めてある。もし望み手があるならば、どれでも安い値に売り渡したい。というお話をしたのです。 男はいつか私の話にだんだん心を動かし始めました。それから、どうです。欲というものは恐ろしいではありませんか。それから半時も経たないうちに、あの夫婦は私と一緒に山道へ馬を向けていたのです。私はヤの前へ来ると、宝はこの中に埋めてある。見に来てくれと言いました。 男は欲に乾いていますから、依存のあるはずはありません。が、女は馬も降りずに待っているというのです。また、あの藪の茂っているのを見ては、そういうのも無理はありますまい。私は、これも術を言えば、思う壺にはまったのですから、女一人を残したまま、男と藪の中へ入りました。 藪はしばらくの間は竹ばかりです。が、半丁ほど行ったところに、やや開いた杉村がある。私の仕事を仕遂げるのには、これほど都合のいい場所はありません。私は藪を押し分けながら、宝は杉の下に埋めてあると、もっともらしい嘘をつきました。男は私にそう言われると、もう、 痩せすぎが空いて見える方へ一生懸命に進んでいきます。そのうちに竹がまばらになると何本も杉が並んでいる。私はそこへ来るが早いか、いきなり相手を組み伏せました。男も立刀を履いているだけに力は相当にあったようですが、不意を打たれてはたまりません。たちまち一本の杉の根型へくくりつけられてしまいました。縄ですか縄は 盗人のありがたさに、いつ兵を越えるかわかりませんから、ちゃんと腰につけていたのです。もちろん、声を出させないためにも、竹の落葉を頬張らせれば、他に面倒はありません。私は男を片付けてしまうと、今度はまた女のところへ、男が急病を起こしたらしいから見に来てくれと言いに来ました。これも図星に当たったのは申し上げるまでもありますまい。 女は一目傘を脱いだまま私に手を取られながら矢部の奥へ入ってきました。ところがそこへ来てみると男は杉の根に縛られている。女はそれを一目見るなりいつの間にか懐から出していたかきらりとさすがを引き抜きました。私はまだ今までにあのくらい気性の激しい女は一人も見たことがありません。もしその時でも油断していたらば一月にひばらをつかれたでしょう。 いや、それは身をかわしたところが、無に無残に切り立てられるうちには、どんな怪我もしかねなかったのです。が、私は多情丸ですから、どうにかこうにか立ちも抜かずに、とうとうさすがを打ち落としました。いくら気の勝った女でも獲物がなければ仕方がありません。私はとうとう思い通り、男の命は取らずとも、 女を手に入れることはできたのです。男の命は取らずとも。そうです。私はその上にも男を殺すつもりはなかったのです。ところが、泣き伏した女を後に、藪部の外へ逃げようとすると、女は突然私の腕へ、キチガイのようにすがりつきました。しかも、切れ切れに叫ぶのを聞けば、 あなたが死ぬか、夫が死ぬか、どちらか一人死んでくれ。二人の男に恥を見せるのは死ぬよりも辛いというのです。いや、そのうちどちらにしろ生き残った男に連れ添いたい。そうも、あえぎあえぎ言うのです。私は、その時猛然と男を殺したい気になりました。陰鬱なる興奮。 こんなことを申し上げると、きっと私はあなた方より残酷な人間に見えるでしょう。しかしそれはあなた方があの女の顔を見ないからです。ことに、その一瞬の間の燃えるような瞳を見ないからです。私は女と目を合わせたとき、たとえ雷に撃ち殺されても、この女を妻にしたいと思いました。妻にしたい。 私の念頭にあったのは、ただこういう一時だけです。これはあなた方の思うようにいやしい色欲ではありません。もしその時色欲の他に何も望みがなかったとすれば、私は女を蹴倒してもきっと逃げてしまったでしょう。男もそうすれば私のたちに血を塗ることにはならなかったのです。が、 薄暗い矢部の中にじっと女の顔を見た刹那、私は男を殺さない限りここは猿舞と覚悟しました。しかし男を殺すにしても卑怯な殺し方はしたくありません。私は男の名を解いた上、立ち打ちをしろと言いました。杉の根形に落ちていたのは、その時捨て忘れた縄なのです。 男は血相を変えたまま、太い立ちを引き抜きました。と思うと、口も聞かずに、奮然と私へ飛びかかりました。その立ち打ちがどうなったかは、申し上げるまでもありますまい。私のたちは、二十三号目に、相手の胸を貫きました。二十三号目に。どうかそれを忘れずにください。私は、 今でもこのことだけは関心だと思っているのです。私と二十号切り結んだ者は、天下にあの男一人だけですから。<laughs> 快活なる微笑み。私は男が倒れると同時に、血に染まった刀を下げたなり、女の方を振り返りました。すると、どうですあの女はどこにもいないではありませんか 私は女がどちらへ逃げたか、杉村の間を探してみました。が、竹の落葉の上にはそれらしい跡も残っていません。また、耳を澄ませてみても、聞こえるのはただ男の喉に断末魔の音がするだけです。ことによるとあの女は、私が立ち打ちを始めるが早いか、人の助けでも呼ぶために、 をくぐって逃げたのかもしれない私はそう考えると、今度は私の命ですから、立ちや弓矢を奪ったなり、すぐにまた元の山地へ出ました。そこにはまだ女の馬が静かに草を食っています。その後のことを申し上げるだけ、無用の口数に過ぎますまい。ただ、都へ入る前に、 たちだけはもう手放していました。私の白状はこれだけです。どうせ一度は、おうちの小にかかる首と思っていますから、どうか、ごっけいに合わせてください。公然たる態度。清水寺に来たれる女の残幻。 その紺の水管を着た男は、私を手ごめにしてしまうと、縛られた夫を眺めながら、あざけるように笑いました。夫はどんなに無念だったでしょう。が、いくら身もだえをしても、体中にかかった縄めは、一層必死と食い入るだけです。私は思わず夫のそばへ転ぶように走り寄りました。 いえ、走り寄ろうとしたのです。しかし男はとっさの間に私をそこへ蹴倒しました。ちょうどその途端です。私は夫の目の中に何とも言いようのない輝きが宿っているのを悟りました。何とも言いようのない。私はあの目を思い出すと、今でも身震いが出ずにはいられません。口さえ一言聞けない夫は、 その刹那の目の中に一切の心を伝えたのです。しかしそこにひらめいていたのは怒りでもなければ悲しみでもない。ただ、私を下げすんだ冷たい光だったではありませんか。私は男に蹴られたよりもその目の色に打たれたように、我知らず何か叫んだぎり、とうとう気を失ってしまいました。 そのうちにやっと気がついてみると、あの紺の水管の男はもうどこかへ行っていました。後にはただ杉の根形に夫が縛られているだけです。私は竹の落葉の上にやっと体を起こしたなり、夫の顔を見守りました。か、夫の目の色は少しもさっきと変わりません。 やはり冷たい下げすぎの底に憎しみの色を見せているのです。恥ずかしさ、悲しさ、腹立たしさ。その時の私の心の内は何と言えばいいかわかりません。私はよろよろ立ち上がりながら夫のそばへ近寄りました。あなた、もうこうなった上はあなたとご一緒にはおられません。 私は人思いに死ぬ覚悟です。しかし、しかし、あなたもお死になすってください。あなたは私の恥をご覧になりました。私はこのままあなた一人、お残し申すわけには参りません。私は一生懸命にこれだけのことを言いました。それでも夫は忌まわしそうに私を見つめているばかりなのです。 私は避けそうな胸を押さえながら、夫の太刀を探しました。が、あの盗人に奪われたのでしょう。太刀はもちろん、弓矢さえも、藪の中には見当たりません。しかし幸いさすがだけは、私の足元に落ちているのです。私はそのさすがを振り上げると、もう一度夫にこう言いました。では、 お命をいただかせてください。私もすぐに音もします。夫はこの言葉を聞いたとき、やっと唇を動かしました。もちろん口には笹の落葉がいっぱいに詰まっていますから、声は少しも聞こえません。が私はそれを見ると、たちまちその言葉を悟りました。 夫は私を下げすんだまま、殺せ、と一言言ったのです。私はほとんど夢うつつのうちに、夫の鼻田の水管の胸へ、ゼブリとさすがを差し通しました。私はまたこの時も急失ってしまったのでしょう。やっとあたりを見回した時には、夫はもう縛られたまま、塔に息が絶えていました。 その青ざめた顔の上には、竹に混じった杉村の空から、西日が一筋落ちているのです。私は、泣き声を飲みながら、死骸の名を解き捨てました。そうして、そうして私がどうなったか。それだけは、もう私には申し上げる力もありません。 私はどうしても死にきる力がなかったのです。さすがを喉に突き当てたり、山の裾の池へ身を投げたり、いろいろなこともしてみましたが、死にきれずにこうしている限り、これも自慢にはなりますまい。寂しき微笑み。私のように不甲斐ないものは、大事大悲の完全音菩薩も、 お見放しなすったのかもしれません。しかし、夫を殺した私は、盗人の手ごみにあった私は、一体どうすればよいのでしょう。一体、私は、私は、突然激しきすり泣き。 巫女の口を借りたる資料の物語。盗人は、妻を手ごめにすると、そこへ腰を下ろしたまま、いろいろ妻を慰め出した。俺はもちろん口は聞けない。体も杉の根に縛られている。が、 俺はその間に何度も妻へ目配せをした。この男の言うことを真に受けるな。何を言っても嘘と思え。俺はそんな意味を伝えたいと思った。しかし妻は正然と笹の落葉に座ったなり、じっと膝へ目をやっている。 それがどうも盗人の言葉に聞き入っているように見えるではないか。俺は妬ましさに身もだえをした。が、盗人はそれからそれへと巧妙に話を進めている。一度でも肌身を怪我したとなれば、夫との仲も折り合うまい。そんな夫に連れ添っているより、自分の妻になる気はないか。 自分は愛しいと思えばこそ、大それた真似も働いたのだ。盗人はとうとう大胆にもそういう話さえ持ち出した。盗人にこう言われると、妻はうっとりと顔をもたげた。俺はまだ、あの時ほど美しい妻を見たことがない。しかしその美しい妻は、 現在縛られた俺を前に、なんと盗人に返事をしたか。俺は中庸に迷っていても、妻の返事を思い出すごとに、真意に燃えなかったためしはない。妻は、確かにこう言った。では、どこへでも連れて行ってください。 長き沈黙。妻の罪はそれだけではない。それだけならばこの闇の中に、今ほど俺も苦しみはしまい。しかし妻は夢のように、盗人に手を取られながら、藪の外へ行こうとすると、たちまち眼色を失ったなり、杉の根の俺を指さした。あの人を殺してください。 私はあの人が生きていては、あなたと一緒にはおられません。妻は気が狂ったように、何度もこう叫び立てた。あの人を殺してください。この言葉は嵐のように、今でも遠い闇の底へ、真っ逆さまに俺を吹き落とそうとする。一度でもこのくらい憎むべき言葉が、人間の口を出たことがあろうか。一度でも、 このくらい呪わしい言葉が人間の耳に触れたことがあろうか一度でも、このくらい。突然ほとばしるごとき長所。その言葉を聞いたとき、盗人さえ色を失ってしまった。あの人を殺してください。妻はそう叫びながら盗人の腕にすがっている。 盗人はじっと妻を見たまま、殺すとも、殺さぬとも返事をしない。と思うか思わないうちに、妻は竹の落葉の上ただ一蹴りに蹴をされた。再びほとばしるごとき長笑盗人は静かに両腕を組むと、俺の姿へ目をやった。あの女はどうするつもりだ 殺すかそれとも助けてやるか返事はただ頷けばいい。殺すか俺はこの言葉だけでも、盗人の罪は許してやりたい。再び、長き沈黙。妻は俺がためらううちに、何か一言叫ぶが早いか たちまち藪の奥へ走り出した。盗人もとっさに飛びかかったが、これは袖さえ捉えなかったらしい。俺はただ、幻のように、そういう景色を眺めていた。盗人は、妻が逃げ去った後、太刀や弓矢を取り上げると、一箇所だけ俺の名を切った。今度は、 俺の身の上だ。俺は盗人が矢部の外へ姿を隠してしまう時に、こう呟いたのを覚えている。その後はどこも静かだった。いや、まだ誰かの泣く声がする。俺は縄を解きながら、じっと耳を澄ませてみた。が、その声も気がついてみれば、 俺自身の泣いている声だったではないか。三度、長き沈黙。俺はやっと杉の根から疲れ果てた体を起こした。俺の前には妻が落としたさすがが一つ光っている。俺はそれを手に取ると、一月に俺の胸へ刺した。何か、生臭い塊が俺の口へ込み上げてくる。 が、苦しみは少しもない。ただ、胸が冷たくなると、一層あたりが浸透してしまった。ああ。なんという静かさだろう。この山陰のやぶの空には、小鳥一はさえずりに来ない。ただ、杉や竹の裏に、寂しい日陰が漂っている。日陰が、 それも次第に薄れてくる。もう、杉や竹も見えない。俺はそこに倒れたまま、深い静かさに包まれている。その時、誰か忍び足に、俺のそばへ来たものがある。俺はそちらを見ようとした。が、俺の周りには、 いつか、薄闇が立ち込めている。誰か、その誰かは見えない手に、そっと胸のさすがを抜いた。同時に、俺の口の中には、もう一度、血潮が溢れてくる。俺はそれぎり、永久に、 中の闇へ沈んでしまった選び抜かれたとっておきの名作朗読文芸集「文芸」「ホラー」「スリラー」「サイコサスペンス」。 人生に潜むミステリアスな空間の数々おすすめはこちらよろしかったらチャンネル登録ボタンを押してください